はい、皆さんこんこにちはです、えー、ビットコインそして、えー、仮想通貨全般的に非常に大きく上昇した一、えー、日だったと思うんですけれども、まあ、この上昇が続いていくのかどうかというところを、えー、今日はですねちょっとメインの、えー、議論のポイントにしていきたいかなというふうに思っています。 で一応、マクロンのニュースもご紹介させていただきたいんですがやっぱりこれだけビットコイン仮想通貨が大きく上昇してきている中でなかなかリスク取り切れていない方というのも非常に多いかと思うんですよね、やっぱりここ最近の大きな取引所の関連の不安だったりとかあとは仮想通貨全体への懸念とかというところもですね FTX の破綻に対して起こっていたと思うのでちょっとやっぱり怖いなというところもまだ気持ち的には残っている人もいるんじゃないかなというふうに思っていますが。 一応、概要欄の方に ZoomX のです、ね、リンク貼っておりますが、そこから申し込んでいただくと、 今ですね現在2000ドル分の入金ボーナスがあるとでこれっていうのは皆さんが入金をしたお金を減らすことなく取引できるお金なのでぜひです、ね、この際にこういったボーナスとかを使っていただきたいですしまたバイビットの方では総額5万ドルのですね優勝の賞金をかけた取引の大会っていうのも開始していますのでぜひ概要欄の方からチェックしていただけるといいのかなというふうに思っています、はい、で早速ちょっとビットコインの今水準見ていきましょう 2万8000ドル近辺なんですけれどもついにもう2万ドルを大きく超えてでかつこの黄色の線のです、ね、200, 日200日の非同平均線も超えてきていますとでイーサーに関しては、まあ、ちょっと上着がビヨーンと伸びてる感じにはなってますけれどもどちらもビットコインもイーサーに関しても FTX の事件がある前の水準まである程度戻ってきましたと。 でこれはやっぱりあのかなりまあ一つターニングポイントになってるんじゃないかなというふうに思いますしあとは昨日もちょっと見ていた、えー、テクニカル的にこの、えーまあ、三角形引いてますけれども、まあ、こういったところを抜けてきているのも、まあ、非常にマーケットがまあ一つ大きく買いやすかったポイントにはなっているんじゃないかなというふうに思っていますただしここに関してはかなり大きなショートカバーを伴っているというようなデータも出てきておりますので、まあ、その辺りはちょっと後ほど一緒に 見ていきたいかなというふうに思っています。はい、でちょっとこちらのニュースから見ていきましょう。え非常に有名なですねジェレミーシーゲルさんという方がいらっしゃるんですが、えこの方がですねもうすでに f ットに関してはえ物価上昇の問題を解決していますと、つまりえこれ以上利上げをする必要はないんじゃないかというような提唱を始めました。で一応ですね CPI に関しては。 前年同月比で8月12月に関しては8.3%だったですかね上昇をしていたというような状況ではあるんですけれども、まあ、細かいところの指標を見ていくともう彼としては十分に、まあ、メインの指標とかっていうのは下がってきていて住宅ですとかそういったところに関しても今後継続的に下がっていく可能性が高いので利上げは必要ないんじゃないか。 大きなリセッションを招く可能性があるので、まあ、経済にとってはあまり良くないような状況になってしまうんじゃないかっていうようなことをですね、まあ、言っていると。でこれはマーケットにいろいろと意見がある中で、まあ、比較的少数派の意見というかその利上げの、まあ、水準感として今が十分なんじゃないかっていうのは、まあ、そんなにあのメインの,あの意見では正直ないと思うんですけれども、まあ、こういったことを言っている人たちもいて、まあ、やっぱり利上げの 質疑についてまあ結構懸念がまあ議会からもそうではあるんですけれども、えー、徐々に出ているのかなというふうに思っていますとまあただしまあ今の物価上昇率ですとかそういったところを見てみると FED はですねすぐに利上げを止めるっていうことはちょっと考えられないのでまあこういったところはあの実際問題の FED が何て言ってるかというところを優先して考えていけなければいけないなと思う一方でまあマーケットがですねかなり 年末にかけての利下げを織り込んでるんででるすよねでそのシナリオをメインのシナリオとして皆さんが取るかもしくは今後このシナリオが、えーまあ、間違っているかと捉えるかで、まあ、かなりポジションの取り方っていうのは変わってくると思うので、まあ、その辺り一つ、えーまあ、しっかりと考えておきたいポイントかなというふうに思っています。はい、でもう一個ですね考えてみておきたいのは、えー、ドル円がですね あの今後大きく下落するんじゃないかというふうに今注目を浴びているとですなぜかというと、えー、シティグループのですねアナリストの方がまあストラテジストかな方が、えー、来週にもですねまあ来週というか今週か今週にも、えー、日銀はですねイールドカーブコントロールを撤廃するということを言っていますでこれが起こると何が起こるかというとドル円がまあかなり大きく下落する可能性があるまあそれを引き起こす理由としては 10年債ですとかま日本の債券の金利がま大きく上昇する可能性があってそれがまドル円の下落を引き起こすとそうなると全般的にドル売りの方向にま大きくぐっともう一段さらに動いていく可能性もあるので仮想通貨にとってはプラスのような要因にはなるんじゃないかなと思いますただし皆さんがもし日本円で運用しているとまここ最近のビットコインですとか仮想通貨全般の上昇というのも 一気に吹き飛ばしてしまう可能性もあるのでやっぱりこのドル円のリスクヘッジとかっていうのをしておく必要はあるんじゃないかなというふうに思うのでそのあたりはどうするかっていうのはちょっと考えておいた方がいいのかなというふうに思いますでここから仮想通貨のですね関連ニュースを見ていきたいと思うんですがクリプトクアントというですねビットコイン そして仮想通貨全般のオンチェーンのデータをですね取り扱っている会社の CEO の方なんですけれどもちょっと拡大して見てみるとこれがですねビットコインが大きく上昇をしていったタイミングでショートカバーがですねかなり大きく出たというのがこういったデータを見るとわかりますと。でそれ何を意味するかというとやっぱりここ最近の大きな上昇に関しては現物をですね大きく誰かが買い上げてそれによって 先物でショートしていた人たちが皆さん焼かれてショートカバーが起きたということが大きな上昇の原因というふうに言われています。でそれが何を意味するかっていうとこれは人それぞれ考え方があると思うんですがこれ僕はですよ僕が思うにこれだけの大きな上昇をもう一度引き起こすには誰かがマーケットをわざと引き上げるぐらい大きく現別で買うってことが一つ起こるのがまず必要な要素。 でもう一つ必要な要素としては、えー、ここでですね大きなまたショートのポジションを取っている人たちがいないと、えー、ショートカバーをですね引き起こすような、えー、まあ玉まあ縦玉ですねが、まあ、マーケットにないとまあ大きくまたこの勢いで上がっていくっていうことは、えー、なかなか難しいんじゃないかなというふうに思うんですよねなのでまあ一旦ちょっと上昇については、えー、この辺りで、まあ、止まる可能性も あるんじゃないかなというふうに思っていますがただしまちょっと怖いなと思うのはこの週末のタイミングっていうのはやっぱりマーケットはかなり薄くなるのでまそういったところを狙ってまた現物の買いを大きく入れてくる可能性もあるんじゃないかなというふうに思っているのでまちょっとこの週末結構注意が必要かなというふうに思っています逆に週末でま大きくまた上がらなければ来週以降ですね週明け月曜日以降またダウンサイドにま一旦ちょっと調整するタイミングも 出てくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、このあたりをちょっと一つ見ておきたいポイントにはなるんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、続いてこちら見ていきたいと思うんですが、ここ最近、話によくですね、メンバーシップの方でも出ております、イーサリアムのですね、ステーキングが今後解除になるという話なんですけれども、その解除された、ステーキングされていたイーサリアムが今後どこに行くかっていうのは結構注目をされていると。で、もちろんもう一度、 イーサレムのステーキングにですね出すことはできるんですがそのステーキングをすると解除して手元に戻ってくるまでに27時間かなは最低かかるんですよねなので丸1日今後はロック、まあ、丸1日しかロックされないような状況になるんですけれども、まあ、それも大体もらえる利回りとかっていうのが、まあ、今大体4.5%から5%ぐらいまあ5.5%ぐらいというふうに言われています。ただし リクイッドステーキングというです、ねまあ、商品に対してステーキングをすると、まあ、そのステーキングした代わりにステーキングを引き出す権利をトークン化したものはもらえるとつまりいつでもそのトークンを売ることによってステーキングしている、えー、とイーサーはですね、まあ、現金化することができるんですよ。まあ、そのの代わりに、まあ、少しだけ、まあ、ちょっとディスカウントの ような状況にまあるよりもまあリスク的には低いとで、かつそこのリキッドステーキングに入れておくと年率でですね今20%を超えるような利回りがもらえるということで、まあ、こういったところに資金が流れ込むんじゃないかっていうのを見据えて、まあ、イーサアムが買われていたりとか、まあ、イーサアムがそういったリキッドステーキング関連のところに今お金が入っているというふうに さらにそういったところに、まあ、どん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 今後お金が入っていくのを見据えて、えーまあ、イーサリアムを買ってそこのリキッドステーキングのプラットフォームに、まあ、ステーキングをするっていう人が今増えていて、まあ、そういったまあ現物のフローも、まあ、今イーサリアムに入っているんじゃないかというふうに言われているので、まあ、やっぱり上海アップデートに向けて、まあ、イーサの価格っていうのは非常に底堅く推移をしそうだなというのが、まあ、こういったニュースを見ても分かるのかなというふうに思っています。 はい、で続いてなんですけれどもそのイーサーですねまあイーサ m にも関しましては先日次の上海アップデートに向けてデブネットですかね、まあ、あのデベロップメントを今後ましてかつテストするための、まあ、環境っていうのが今どん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 整っていてそこで今テストを進めているんですが、まあ、問題なく3月ぐらいにしっかりと上海アップデートができそうだというふうに まあ、あのいとろいろとニュースが出ているとでさっきのステーキングに関連しての話っていうのはもちろんそうなんですが、まあ、やっぱりその前提として、えー、上海アップデートが、えーまあ、時間通りにというかで、ね、タイミング今予想されている通りに、まあ、起こるっていうのもまあ非常に重要な要素だったりもするので、まあ、こういったところを見てみると、えー、次の3月中のアップデートに関しては、まあ、ほぼ確実に起こりかつ 今マーケットが予想しているようなリキッドステーキングに資金が流れたりとかそこに入れるためのイーサを買ったりとかですねそういったことは継続して起こっていきそうだなっていうのは今マーケットでは感じているんじゃないかなというふうに思っていますはい続いてなんですけれども先日もこれもご紹介をしました通りデジタルカレーシーグループというところがですね自分たちが持っている資産を売却して子会社の損失補填に今今当てようとしているんですけれども マーケットで非常に有名なジャスティン・サンさんという方がですねトロンの創設者なんですけれども1ビリオンをですねその DCG が売却するアセットに入れるということを今現在検討をしているそうです。でこれはあのだから何なんだっていう話では正直あると思うんですけれどもこの DCG のアセットに関してはかなり良質なというかマーケットで買いたいっていう人が結構大きい。 まあ大きくいるというかまあいっぱいいるようなアセットクラスをまあ結構持っているはずなんですよね。でまだ何をどの価格で売るかっていうのはまあ言ってはいないんですけれども、このジャスティンサーさんがまあ大きくこのアセットを売却あ買収することによってまあトロンですとか、まああとはあの関連会社のフォービーですとか、まあそういった中国関係のまあプラットフォームやプロジェクトに対して。 まあ大きなプラスになる可能性がまず一つあるんじゃないかっていうところとあとはこれまでアメリカに大きく集中していた暗号資産ブロックチェーン Web3 関係の会社のパワーっていうところが世界中に分散されていくっていうのも一つ面白いポイントにはなるんじゃないかなというふうに思っています、まあ、ただしあの何のアセットを買って何のアセットを買わないのかとかですね、まあ、具体的にどれぐらいで買うのかとかあとはこの DCG のアセットに対して 他にも当然買いたい人っていうのはいっぱいいるはずなので、まあ、そのあたりを含めてどういうふうになっていくのかっていうのは、まあ、注目していきたいポイントではありますよねであとはやっぱりあの売る側としてこのジャスティンに売りたいかどうかっていうのも、まあ、正直あると思うんですよで他の株主からの圧力とかっていうのもあるので、まあ、この辺がどういった議論になっていくのかは面白いポイントにはなっていくんじゃないかなと思っていますはいってことで皆さんいかがでしたでしょうか ビットコインイーサレムともに大きく上昇していますが結構ここ最近大きく上昇しているもう一つの通貨があってこれがソラナなんですよね。でソラナに関する結構面白いレポートが出ておりましてそれがメッサーリーからまあ有料版で出ているんですよ。でそれをちょっと後ほど解説していこうかなというふうに思うんですがちょっとまあそれはもしかしたらメンバー限定にするかもしれませんが、まあ、皆さんに対してメ,あのメンバーシップ僕始めたので。 そういったことをですね支援いただいたことでいろいろとアクセスできるようになったプラットフォームも多々ありますとでそういったことをどん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 皆さんに今後出していきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、そういった新たな情報とかに対して興味を持ってくださる方だったりとか、まあ、あとはやっぱりこういった僕がどん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 新しい YouTube の活動をしていく中で、まあ、応援してもいいよという方がいらっしゃいましたらぜひですね要欄の方からメンバーシップの方に入っていただけると嬉しいなと思っています,、まあ、あとはですね今年 2月4月そして9月にいくつか結構海外のカンファレンスに行こうと思っているんですけれどもそういったカンファレンスで得た情報だったりとかカンファレンスの様子っていうのを皆さんに今後どんどんお伝えをしていきたいと思いますしあとは2月4月は日本に行ってオフ会とかっていうのもやるのでそういったところにも興味がある方はですね是非メンバーシップ入っていただけると嬉しいです。はいということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。ままた次回の動画でお会いしましょうさよなら